麻雀スタジオ。半ちゃんを打ってみます。まあ、私はずっと半トンナン戦ですね。トンプー戦はやってないんで、もともと半ちゃんしかやってなかった人なので、まあ半ちゃんの方が得意というか、まあ麻雀は普通半ちゃんですからね。トンプー戦はあくまでゲームとか場代で稼ぐチャンスをとか。そういうとこで生まれたもので、麻雀のレギュラーではないと思うので、なのでまあ半ちゃんの方が得意という気はしています。この手は上がれないですね、これ。3ワンとチーワン行く気しないんで、まあ。国士とかちゃんと狙ってもいいレベルですね。まあ普通に進めてみようかな。まあ、こっからマンズの本一っていうのもありえるので、あらら引いた。で右は本一ですね。本一どっちの色かなって感じです。こっちも本一っぽいですね。一応6チッパが見えてきて、まあ本一なんでこうやって少しでもバレないように一つの色切ってるっていう感じです。こっちもですね。まあ、右と左本一、多分マンズですね。この辺切っても全然ポンもしないんで、お互いマンズの気がします。こんだけピンズとソーズ立て続けに切ればポンが入ると思うんですね。特にこの人泣いてますから、まあお互いマンズだと思います。なので私もこの浮いてるパーワン切らないです。あ、ソーズ出てきたんでマンズですね。上も注意ですね。ダブトーンドライ1ぐらい見て置いた方がいいんで、イーシャンテン、まあ3番から引いてほしいですね。ヤウソは薄いんですよね。もうウソがないんで、リャンゾーはまだ切れてない。ワンが出てきました。あ、この3ピンちょっとぬるいかな。ちょっとまさかのサブローワン、ウッパーワン、関数ワン、まあマンズの本一ではなかったですね。左、まあ3000点って結構でかいですね。メンピンドライチロン食らったみたいな感じです。まあ今のはちょっと私の手がまあかろうじてイーシャンテンぐらいだったんで、まあローン食らわなくてよかったなぐらい。この手もよろしくないですね。パッソーと、あら染め手だった。ちょっとさすがに染め手って分かってんですけど、
1切って2だけ残しててもまあテンパる前に2外しておきます。左はマンズの本一、なんか6チッパに、あれトイトイか、6チッパ難しそうかな、あまだわかんないか。スーピンから数層から引いたらリーチですけど、ピンズから引いたらさすがに関数層でリーの実はちょっと割に合わないんで、うわやだ、ちょっと一回3ワンは考えます。サブローワンはとりあえず注意ですね、かなりこの5と8の切り方、691サブ691ですね、サブ693ワン短期でオナテンでタブローを狙います。あ、サブロー1ですね、サブロー1がこの黄色い枠に引っかかってるんで、まあ、オナダブロンでしたね、3ワン切ったら。トイトイでもなかったか、また出足は好調じゃない、出足は悪い。これはリーチドライチ、両面のリーチでリーチドライチぐらいの手を作りたいです、まあ、ここにくっつけてペンチャーを外したいですね。上はソーズでしょうと、上はソーズの染めて、ドライ色なんでちょっと怖いですね。こっちもなんか、どうしようかな。なんかこっちは、想像を警戒して、あー、流れた。まあ、しごろですね。しごろ、そう。想像のしごろ。上は、風装が入ってると思うんで、ちょっと怖いですね。手が高いと思います。どうしようかな。ヤンゾーぐらいは勝負しますけど、どうしようかな。ちょっと回そう。まあこの手勝負手でもないんで、ああこれが裏目った。ちょっと6球層も9層ポンされててなんか上がれなそうなんで。あ、これダメなロンですね。ちょっと折り気味のロンですから。上に惑わされた右を全く見てなくてロン食らったみたいな。ちょっと不注意なロンなんですが、やっぱ MJ とか麻雀ゲームは、実際の麻雀より速いのでスピードが。実際のマージャンよりこうツモ切るが早いんで、多少読みが難しいですね。ドラの3ピンかマンズか、うわこれ難しいな。
とこれ賛否両論あると思うんですが、3ピン引いても一応使えるんで、それよりこのソーズとマンツのど真ん中はまずメンツになるでしょうと。リャウソーとちょっと親なんでスピードを重視して、リャウソー6球ソーウッパーピンとスピード優先します。ドラポン単葉ドラ3確定。ただこれはここはもう攻めるんで勝負のリーチをさせてくれと。急走がもう残り1枚か、急走でリーチかな。ちょっと今テンパれば、こっち確実に単葉ドラさんで勝負してくるんで、まあローンされる、マンガンをローンされる可能性もありますけど、間違いなく勝負してくるので、この人パーピン切ってますし手も十分なので、ウッパーピンが勝負牌になれば切ってくるので直撃が期待できます。その代わり私が高いと振り込むという可能性も大いにありますね。うん、裏ドラのなんか乗った記憶がないな。あ、さっき乗ったか。トップまで1万点差か。トイトイもいいな。でもちょっと普通にメンツ作っていきます。まずリアンピンで1メンツ、パワー1引くと一番話は早いんですが、どうしようかな。9番落としていく可能性もありますね。ウーソー引いて下に伸びれば、まあ、3個もなんとなく見たいなと。このよく私が言う筋を押さえてのリーチもしたいんで、7を切りました。9じゃなくて9番は狙い撃ちできそうだな。ちょっとドラギリリーチで、多分リアン1から引くんで、ドラギリリーチで9番でロンかな。一番いいのは3ピンに、ここはいいペーコーになって9番落として単葉が一番いいんですけど、ただリアンピンがもう今度リアンピンがもうないんで、あ、もうリーチして数ピンもないな。ただちょっとリーチ来ちゃったんで、数ピンが一応あるか、まだ1枚あるか。リアウンと数ピン、数ピンから引くと強いですね。ちょっとこの暗冠のリーチは怖いんで、あー恨めったか。いいピンがなくなりました。トンがションパイか、なんか切りたくない。ただ親なんで本当は攻める場所ですね。ここサブローアンは単純に私が最初からあんこで持ってる牌なんで、その辺は危険になる可能性高いです。右はこっち無視しますね。こっちは無視、あ、まあサブローワンですね。サブローワン切らないようにしてたんで、トンも切らないようにしてたんで、この手トン短期待ちかなと思ってたんですけど、
今のはあの後付けではなくて、サブロアはあの親ですけど切らなかったですね、テンパっても。ただトンはあのちょっと自敗、いくら小敗でも自敗は安全だろうというので、トンは勝負してたと思います。ではチートいつか面白くないな。どうしようかな。トンは泣かれる可能性高いんで、あのチートイ狙うときはトンは多分誰かトイツで持ってるだろうと、ちょっと親に泣かれちゃいましたけど、トンは重ならないなと、誰かが2枚持ってるんで残り1枚だなと思ってたんで、ちょっと怖い手になってますね親が。ダブトントイトイ、リャンワンが2枚切れている。チートになると完全にあと運になっちゃうんで、まあ運が良かったな。これはのテンパイ、ドラの数ワンとか、ちょっと白でリーチします。まずこっちが白積もれば即切りだろうと。で上も1枚切ってるんで、まああと自敗っていうのもあって、上右と上が白積もれば切るだろうっていうリーチです。いやーこれやめて。まあ、リーチ後のロンなので、ただついてないですね。まあ、もう寒い灰掴んだみたいなよく言いますけど、まあ、リーチ後のロンはもうどうしようもないですね。リーチかけなきゃよかったっていうぐらいしか言えないんですけど、リーチかけるってことは自分で上がれると思ってやってるので、まあそれも否定すると勝負できなくなるので難しいとこです。なんだろう、一応789見てみようかな。なんとなく3個になりそうですね。ちょっとあのチースを捨てて3個になりそうな気配がします。気配だけでした。こっちはまあ本一ですね。こっちはチャンタと、チャンタはそんな怖くないですね。泣いてるちゃんたは純ちゃんでも2000点からなんで、まあ初持ってるかなと。ピンズチューン本一残酷から、1球が出てきました。そろそろちゃんた完成かなと。あれ初暗号か。これ意味わかんない泣きですね、正直。こういう後付けの泣きは、下手くそになっちゃうと思うんですよね、それをやっちゃうと。まあ積もったんで結果論だけ言えば、あ、しかも肩上がりか。いや、これはあの初からポンするのはいいんですけど、ちょっと個人的にこれはあの打ち方として初からポンするんではありだけど、このEピンポン、Eピンチで肩上がり、これはあのいい打ち方じゃないと思います。ただまあ上がれたんで、
上がったら結果論って言われればそうなんですが、若干こう口には出さないんですが、実際目の前にいる人に なんだそれって思われる可能性あるんで、ドラの車を重ねてシャボ待ちが最高ですけど、そんなうまくいかないもんな。右と左の点差が離れすぎてるんでまずいですね。親倍でも上がんないと逆転できない点になっちゃってますね。もう右と左は特に右は点差トップなんで、あとはもう場を流すだけ、安い手でもスピードで吐くとか自敗とかすぐポンってして先点で進んでくると思います。なんか上ピンズっぽいんでちょっと回しますわ。ちょっと私もシャー掴んでる以上この手、あでもあ2枚切れてるんだ見てなかったですね。でローピンとローワンにくっつけてリーのみで追っかけようかなと。いやマンズのサブローリアンを切りたくないですね。この G1 リーチマンズマッチっぽい。ソーズとピンズは比較的なんか安心感があります。あれ違うか。あーしゃ基本的にリーチの読みはまず両面リーチと読むので、パンキとかシャンポンは正直読めないです。なので相手がシャンポン待ち、短期待ち、ペンちゃん待ちの場合は読みが働かないですね。カンちゃんはちょっと読めるんですけど、これはリーピンドラドラを目指して本一もなんかあわよくばみたいな手ですけど、なんかさい、おお、次マンズ引いてきたら当然染めますね。ただサブローピン引いてきても別にいいんで、夢を追いたいんでなんかマンズ引いてきて数ピン切りたいとこです。でメンチン行きたいですね。あただローワンはもうないか。まあこれはリーチでいいですね。ちょっと弱気かもしれないんですが、手が万が一あるんでまあ十分だなと。ただこれちょっと4茶の人から上がったんで危険ですね。羽マンだと飛んじゃうんで、リーピン、リーペイ、ドラドラ、ちょっとまずいですね。次何か積もっちゃうと箱になっちゃうので、右4千オールでいいか。4千オールで2茶、親の時にこんな国して廃棄っても困るんだよな。ただ3の2なので、3の2なのでちょっと見たいな。いやー狙うべきじゃないか。何3局の親で国試であって成就するとは思えない。でもローソー切っちゃったからな。もうなんか想像を全部拒否したみたいなもんなんで、
なんか飛んでも重なって無理無理ポン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 してって、あ、ちょっとこれ国士狙わない方が判断が正解だったかもしれないですね。どうしよう、ちょっとこの曲判断ミスったって感じです、親の時に。しかもオーラス前の親なんで、スッチスを裏目ってのと一数は裏目ってますね。上が本一か。ちょっとこれはミスですね、多分。国士じゃなくて、オーラス前の親でこの点数なんで、普通に、冒点即リーに持っていく判断を、このリャンゾーの前にすべきだったなと。若干時すでに遅しの感があります。これはトンポンですね。もう無理無理、もうどうせ3茶か4茶なんで、チーポンしてテンパイして、むしろ後付け、これは後付けいいかもしんない。もう無理やり天杯に持っていって、ちょっとでも上がれる可能性はあるんで、あ、時間がなくなりました。やばい。これはまずいな。時間がなくなると論杯回避なんてやってる余裕ないんで、1、あれ、あれ、間違えた。ちょっとこれ、今、チー、これは、トイトイとドルだとハネマンか。あれ？あ、トイトイがついてる。ちょっとこれ、今のはゲームならではのミスです。三蔵チーしようとして、時間がなくなっちゃって、あれって連打したら、白をクリックしてしまったと。で、クリックして時間がないんで勝手に切られた、みたいな。あらら、ちょっといい。この曲は後悔が残るな。あそこ一応オーラス満貫直で2茶ぐらいは見たかったんで、Cピン引いてリーチかな。するとちゃんとの両天秤ではあるんですが、まあ小さいドラなんで一通ならなくてもまあいっかーみたいな感じです。っていうよりも4茶に落ちる直前なんで、白ポンして1000点でいいですね。ちょっとこれ2茶どんどん無理なんで、むしろ上が上がって私が4茶っていうのが普通、まあ落ちなんで、あらら、まずい。これはまずいな。三茶と四茶結構半チャンス戦だと大きく違うんで、九ピンが残り1枚か。あ、九ピンないですね。あ、これは運が良かったですけど、今九ピン2枚切れです。一応2000要素。まあ、ちょっと今回は親の時の南三局の親、結構逆転の目はあったんですけど、そこでちょっと国士を見てしまったと。唯一の逆転のチャンスをちょっとギャンブルしちゃって、まあ当然実らなくて、しかもちょっと時間がなくて、まあ、白が勝手に切られて、ドラの白が勝手に切られて、チーしたかった三蔵がチーできなくて、時間がなくて。
で着る予定もなかった泥の箱が勝手に着られちゃってロンみたいな、まあ、ゲームならではのこう苦悩っていうのが見受けられた一曲でした。ちょっとこれ2茶十分狙えたのに苦し紛れの3茶になっちゃったんでこれはミスですね。あんまりいい曲ではなかったです。どうもありがとうございました。